皆さんこんにちは、未来です。今回は10日分のお肉を買ったので冷凍の作り置きと、あとその日のですね、とある日の夜ご飯っていうものを作ってみました。今回の夜ご飯はこんな感じで、ハンバーグだったり味噌汁だったり、そんな感じもろもろでございます。本当にね、新米主婦でございますので、新米って言い続けてもう2年ぐらい経ちそうなんですけど、はい、ということで手際が悪いかもしれません。なのでこうした方がいいよっていうアドバイスとかあったら、ぜひ教えていただけると嬉しいです。こういったね、動画を出して私は主婦として成長したいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。そして1歳の娘がいるので、そうですね、ほとんどメニューは変わらないんですけれども、こんな感じで作ってみました。気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。まずはじめに冷凍作り置き4品やっていきます。今回買ったお肉がですね、こんな感じのラインナップになっております。牛の細切れはですね、今回は調理してないです。まずはじめに鶏胸肉を一口大にカットしていきます。最近ね、まさきはダイエットというか、こう体を鍛えているので、タンパク質豊富な胸肉を今回は買いました。そして1枚ずつですね、こういう中くらいの大きさのジップロックに入れています。これもですね、一口大に切っていきます。野菜炒めと、あと唐揚げですねを作っていこうかなと思っています。胸肉って結構パサパサしたりするので、こんな感じで先に下味をつけておくといいかなと思って、今回はやっています。そしたらですね、これすごいんですよ。塩麹なんですけど、どっちも塩麹を入れています。この塩麹を入れてつけておくだけで、すごくね、柔らかくなるような気がして、すごく美味しかったので、今回も塩麹を入れています。唐揚げの方にはですね、白だしと、あと料理酒ですね、料理酒と、あと生生姜っていうチューブの生姜ですね、と生ニンニク、生姜とね、ニンニクはたっぷり入れるようにしています。そしてもみ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 込んでいきます。そして空気を抜いて、こんな感じでしておりますね。そしてこちらが野菜炒めなんですけれども、まあ塩麹でつけておくだけで柔らかく美味しくなるので、そんな感じでやっています。そしてラベルのところに書いていきます。そして次に玉ねぎをしていきます。今日の夜ご飯がハンバーグなので、もう一気に玉ねぎとかは切ってしまいます。次にですね、豚の生姜焼きの作り置きというか、こう焼くだけみたいな感じにしたいので、まず玉ねぎをくし切りというか薄めのスライスに切っていくのと、あと今切っているのがハンバーグ用ですね、ハンバーグ用の玉ねぎをみじん切りしています。こんな感じでね、みじん切りをしていきます。でボウルに入れ替えて、はい、こんな感じで、私動画でハンバーグ作りすぎじゃないですか。毎日ハンバーグ食べてるわけじゃないんですけど、なんかハンバーグの日多いですよねはい、そして一口大に豚肉も切っていきます。でそのままジップ袋に入れます。そしてお醤油を入れて、あとはみりんですね、ちょっと甘みをプラスしてみりんを入れたのと、あと料理酒も入れました。そして生姜もたっぷり入れます。今回ね、お醤油を少なくして生姜をたっぷり入れて、ちょっとヘルシーな感じにしてみました。こういう風にしっかり揉み込んで、あとは玉ねぎにもですね、この醤油だったりとかタレを行き渡らせるようにしました。はい、ラベル書いて、残ったものはですね、何にでも使えるようにただ冷凍しておくっていう感じにしました。そして2分ぐらいですね、加熱をした玉ねぎなんですけど、もうこの中にですね、もう今日全部食べてしまうので、そのまま
投入します。ひき肉です。半分ひき肉を入れて、で半分は何にでも使えるように冷凍保存をします。そのまま冷凍していきます。そしてなんかはんぺん入れたらふっくらするっていう風にね、このはんぺんの裏側に書いてあったので、今回初めてはんぺんを入れてみました。そして塩コショウと、あと卵と、そしてですねパン粉も入れました。そしてちょびっとだけなんかイントネーションおかしくね、ちょびっとだけ醤油も入れました。そして次に鶏もも肉です。鶏もも肉も一口大に切っていきます。で余分な、なんか皮とか基本的に残しておくんですけど、あまりにも大きかったりとか脂肪がたくさんついてたら結構取り除いちゃうことが多いです。一口大に切って、でこの辺とか筋が結構多かったので、もうちょっとね処分しました。でもう一枚も一口大に切っていきます。この一口大に切っておくと調理するときにすごく楽なので、こういう風にですねまとめてお肉を買ったときは一口大に切ってから保存することが多いです。このね皮とかもねちょっと嫌なので捨てちゃいました。そして半分は照り焼きチキンにしようかなと思っているので、また柔らかくするために塩麹で漬けておきます。もうなくなってしまったので新しく買わなきゃ。そして塩コショウで味下味をつけてこのまま冷凍します。で実際食べるときはもうこれを焼いて照り焼きのタレを作って終わりみたいな、そんな感じです。そして残りの半分はですね、これも何にでも使えるように冷凍しました。これで冷凍作り置きは終わりです。こんな感じで4品できました。そして冷凍庫に入れます。はい、終わり。そして次は夜ご飯を作っていきます。大根ですね。これは味噌汁の大根です。今回ねちょっと多くなってしまったんですが、大根多めに四つ切り、いちょう切りしていきました。そして次に人参も味噌汁に入れていきます。斜めにカットして千切りみたいな感じでしていきます。私あんまりね人参が濃い、ゴロッと入ってるのが苦手なので、こういう風に千切りすれば全然食べれるので千切りをしています。そして最近ひーちゃんがすごい抱っこ機で、とりあえずめちゃくちゃ抱っこ抱っこ言ってくるんですよ。なのでこの包丁とかがね結構ね使える時間が少ないので、もうこういう風に時間がある時に一気にバッと全部やっておきます。これも全部スープ用になるので、もう適当に千切りしておきます。まあ、これはね2日3日ぐらいで食べちゃうので別にね、いいかなと思って、このままラップにくるんで冷凍したかな。確かスープ用は結構冷凍することが多いですね。はい、ちなみに人参もこれ洗ってあります。そしてキャベツを切っていきます。キャベツもね今回入れていこうかなと思います。ひーちゃんがねまだサラダとかがあまり食べれないので、スープにね野菜をぶっ込むっていうやり方がほとんどです。なのでほんとここ 1,2 ヶ月のスープはですね、具沢山というか野菜たっぷりというか、もはや煮込んでいるので、うん、そんな感じかな。とりあえず具がたくさん入ってるスープだったり味噌汁だったりが多いです、最近は。そしてもうだいぶ過ぎて半分ぐらい終わっちゃったけど、はい、千切りをしていきます。今日の夜ご飯のサラダです。そう、千切りしたんですけどね、なかなかサラダというか野菜が今家になくてですね、寂しい感じになってしまいました。はい、そしてトマトです。このちっちゃく切ってるのはひーちゃん用です。トマトがねすごい最近好きで、ひーちゃん野菜室をですね開けれるようになってしまってですね、トマトをですねとりあえず持ってきて切れ切れみたいな感じでめちゃくちゃ言ってくるんですよ。もう本当にトマトの消費が半端ない。はい、そんな感じで、はい、お皿に盛り付けます。なんか最初ね、ああ野菜こんだけしかないからこれだけでいいかなっていう感じだったんですけど、後からブロッコリーを入れます。はい、超シンプル。
シンプルというか寂しい。はい、次に梨です。今ね、梨すごい美味しいですよね。私はあの熊本産の梨がめちゃくちゃ好きで、味がね濃くてみずみずしくてめちゃくちゃ美味しいんですよ。なので結構ね熊本産の梨を買うことが多いんですけど、はい、最近は梨かリンゴかをよく買います。はい、こんな感じで、ひーちゃんはですね一口大に切ったんですけど、最近なんか噛み切れるみたいで、この普通の大人と同じような切り方がいいらしい。で、1個残したのはですね、私が食べたいから食べました。はい、そしてハンバーグを作っていきます。こね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 揉み込んでいくんですが、なんかね初めてはんぺん作ったからあれなんだけど、はんぺんがねなかなかねうまくちぎれるっていうか、こう細かくならなくてちょっと大変だったんですけども、途中でね諦めて、もうはんぺん結構ゴロゴロ入ってるけどいいやみたいな感じでやりました。ちなみにはんぺんハンバーグに入れたら、なんか結構魚の風味が強くて、私はねどっちかっていうとはんぺんよりは、お豆腐の方が好きかな。豆腐ハンバーグが好きなので、多分はんぺんを入れることはない。やるとしたら鍋に使うつくねとか肉団子にはんぺん入れようかなと思います。ハンバーグはないかな。はいこれもね、はい、リアルな感じで初めての試みです。はい、こんな感じで焼いて、味噌汁もですねだいぶグツ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 煮込んでおります。ひーちゃんがですねめちゃくちゃ汁物が好きなので、もうこういう風にですね野菜をたっぷり入れて汁物もいつも多めに作ってます。そして片面焼けたので裏返しにしていきます。ちなみに参考にならないかもしれないんですけど、レシピは一応ですね概要欄 に貼っておきます。はい噛んじゃった。そしてひーちゃんのおにぎりを作ります。なんかテレビでやってたんですけど、海苔ってめちゃくちゃ栄養価が高いらしくて、ビタミン D 以外全ての栄養素が入ってるらしいんですよ。なのでそのテレビを見た日から結構海苔はねうちで出すようにするようにしました。日本語がめちゃくちゃおかしい。はい、そんな感じで一口大のおにぎりを作ります。そして味噌汁にですね味噌を入れました。ちなみに白だしもちょっと入ってます。はい、冷凍のブロッコリーをですね温めてサラダにプラスしました。やっぱりねキャベツとトマトだけじゃ寂しかった。はいそして次にソース作りをしていきます。まずトマトピューレを入れて、もうなくなりそうだったのでその中に水注いでね、そのまま水も一緒に入れました。そして中濃ソースを入れます。いつもうちはもうめんどくさい時はこんな感じのソースを作ってます。でケチャップよりトマトピューレにした方が私は味好きかな。はい、そして岩塩かな、これ岩塩を入れて、卵かけ用ご飯の醤油を少しだけ入れました。卵かけご飯用はですねちょっと甘いんですね。そんな感じです。はい、完成です。はい、ひーちゃんのご飯はこんな感じになりました。結構緑少ないね、ごめんねはい、で大人のご飯はこんな感じです。私はですねチェダーチーズをハンバーグの上に乗せてからソースをかけました。お味噌汁、はい、梨、ハンバーグ、サラダ、とっても悲しい寂しいサラダですリアルすぎる。はい、お手手合わせてください。いただきます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。え、おいしいわ。おいしい。はい。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。結構ね長い動画になってしまったんですが、まあ、少しでも参考になったら嬉しいですとともに、ぜひここやったらいいよっていうのあったらぜひ教えてください。それでは次回の更新でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それではバイバイ。Now that we've come so far, they're going nuts about how happy we are. See the bond that we made, it all seems real now.